資料の3枚目のところにですね、その見出しのところに世阿弥十六部首諸藩本夫妻の是非諸証明大英模写コピーと題しておきましたけども、これでね諸藩本にくっついてる 全体です。世阿弥の奥書きなどを模写した写真版ではないんですね。写真版ではないけれどもそっくりそのまま写してこれ載っけてくれたんで、これが大変にありがたいんですよ。実はこれ再版本にここないんです。だから世阿弥十六部首はね、初版本と再版本ではね全然値段が違っておかしくないんですよ。この付録の奥書きの部分の模写が入っているだけで、ね、大変にありがたい面が大きいんです。現にこのある限りで分かっていることもいっぱいあるんですよ。例えば一番右上のね、その別紙口伝の奥書きの最後のこの別紙の上場千年弟城を送伝するといえども、おとつぐ芸能官人たるによってこれをまた伝わるところの秘伝の下何と読みますかね。これ その下のところにね、客来家の最後のところも神秘最後の行深く秘するの下もよく似たような形ですよね。これね、世阿弥十六部首の本文はこれという字になってるんです。これを秘伝せよとなってるんだけれどもね、私たちはこれ踊り字が2つくっついてるって形で読んで、秘伝秘伝と読んでるんです。その方が正しいと思うんですよ。次の神秘の方も神秘神秘なんでね、これで、漢字の、ね、反復記号が2つ並んでるって形なんですよ。現に吉田東郷さんご自身がね、ある他のところでここを引用してる時にね、これを秘伝秘伝と読んでおられるんですよ。だからこれお弟子さんはね、これと読んだけれども、秘伝秘伝と吉田東郷さん自身も読んでたと思うんです。左上のですね、主導書の奥書きなどというのも原本にね振り仮名がいっぱいあったとよくわかるんです。これを世阿弥十六部首の本文と比べてみると、ここにある振り仮名のうちね2つくらいしか残ってないんです。あとみんな取られて削られてるんですよ。だから吉田東郷さんの本の世阿弥十六部首の本文は振り仮名を随分省略しているってことが分かるんでしてね、この写真残してもらったおかげで大変助かりますね。これ見てもいかにもね、自分まあ唯一ですね、これは、ね、江戸幕府の唯一がこれ関連大夫が徳川家康に献上した本を写したんですよ。これはで献上した本自体は明暦の大火で全部焼けちゃったんですね。だからこれは明暦の大火以前に唯一が写してあったものがどういう経過かわからないけど堀家に移ったんだとわかるんです。それが明治42年に活字になったんだけれどもね、大正の震災で全部焼けちゃったんですよ。残念ながら大正の震災で焼ける前にね、原本と当たってみて確実な本国かどうかを調べた人は誰もいなかったんです。これは西尾稔さんがね、長いことをいろんな人に尋ねたけれども、自分の同年代あれ先輩にはね誰も調査していなかったとこはっきり言っておられましたね。大変残念なことで、その点でもね、実は今度研究の年分最後の方に言いましたけども、4年ほど前に早稲田竹本美京君というのがね、その新津にある吉田文庫って吉田東郷さんの生家に文庫形で調査が残ってるんですがね、その中に三道という昔農作書と言っていた本だけがね、これは丁寧な映写本、原本をそっくり突き写しにした本がね残ってたと分かったんです。その一冊出てきただけでも大変にありがたいことなんでしてね、まあそれとともかく皆さん感動して十六部首読んだとは言いながらね、原本通りかどうかを確かめる人もいないっていう程度の関心の持ち方で、専門的に世阿弥の能楽論を研究をしようとする人などまだ出てこなかったわけです。そういう状況に刺激を与えたのが野上豊一郎さんなんですよ。年表で言うと昭和2年11月のところに岩波文庫家伝書野上豊一郎皇帝刊と、岩波文庫自体がこの昭和2年に始まったんです。一番最初の年にもうね家伝書という名前で野上さんはその一冊を活字にして世間に紹介したんです。これがですね、世阿弥文庫って安いのがね、眼目とか魅力の本でしたから、大量に
家電がこう広まるって、まあ、流布するもとになったわけですよ。実はこの本が家電書という題にしたことがね、家電書という間違った名前を一層世間に広める結果にはなったんですけれどもね、これは吉田東吾さんの責任が大きいんで、野上さんの責任じゃないんですよね。野上さんという方は英文学者なんで、もともとは英文学で西欧の、ね、文芸研究の方法で日本の文芸の方もちょっと調べてみようって気を起こしてことに、漱石の文化でしたから、漱石は大変洋曲が好きでしたんでね、洋曲能にも関心持ったんでしょう。それで能という舞台演劇はとにかく主役を盛り立てることにして中心主義と言ってますけどもね、そういったような最大の特色であるとか、大変新しい理論を次々打ち出した人なんですがね、著書の一つに能の幽玄と花という本がございます。はじめ能研究と発見という本と、能の再生という本と、能の幽玄と花と3冊戦前に野上さんの本出しておられてね、野上三部作とも言いますけども、その中で世阿弥の理論を非常に使ってね、能の特質をうまく説明していた面が多かったんでね、野上さんの論文を通して世阿弥の理論に関心を持つ人もかなり増えてきたんです。そういう時代、つい昭和6年とか1931年とか世阿弥実質家伝代録家中のこのタイム英文館と、先ほども言いましたけども、野下東吾さんの本は家伝第6が欠けていたんです。欠けていたというよりもね、たまたまなかっただけのことなんです。初めから7冊揃った本なんてないんですよ。風刺家伝というね、五感本と第六歌集と第四別紙口伝と三種類の本があったんで、そのうちの一つが神戸家の徳川氏の本手元になかったってだけのことなんです。世阿弥の実質本がね、神戸家に残ってたんですよ。そんなね、もう600年も昔の人の書いたものがね、ちゃんと残ってるなんてめったにないことなんですよ。天皇とかなんかそういう偉い人の書いたものがね、残っているというのはまだこれは珍しくはないでしょうけれども、猿楽などという社会的な身分のない人の書いたものがね、しかも焼けた形で焼け焦げがあるんですよ。火事になってるんです。これ第六歌集の他に後に調べたところでは、第四別紙口伝別紙、最初の方が別紙第四家伝第四別紙です。それと歌経の一部分をね、抜き書きした形の歌集のうち抜き書きという3点が同じような想定で重なっていて火事にあったらしいんです。周りがみんな焦げているんですよ。だから火事の時に持ち出したんでしょうね、慌てて。第六歌集は一番焼けた被害が少ない方なんです。それでほとんど全体読めます。これが出てきたおかげでね、世阿弥の叱責って言います、そんなの分かるようになりましたし、後々にもこれが大きな意味を持ってくるようになります。これ家伝が揃ったってこともありましてね、世阿弥の伝書全体を丁寧に見直そうという動きがだんだんと強くなりましてね、それで出てきたのが野瀬浅見先生の世阿弥十六部集表釈なんて本なんですよ。昭和15年8月のところ、野瀬浅見著世阿弥十六部集表釈上刊行、家伝とか家経とか能楽論の主なものは上巻の方に入っているんです。野瀬浅井さんという方は私の恩師ですけどもね、京都大学の時代には俳諧をやろうと思っておられたらしいんです。ところが俳諧の方には 2,3 年先輩だった方がね、俳諧の方を専攻にしておられて、そちらの方でもう助教授になられたんですね。同じことを専攻にしては大学残れないというんで、それで能の方をちょっとやってみようかって気になったらしいんですよ。当時京都大学、大谷大学の講師もやっておられましたけども、それで京都大学の片先片山家、神戸宗家の主張にみたいなもんですから、片山家と縁を深めて神戸家の方を見るようになった。片山家の当主というのはその頃ね、家元の弟が片山家の当主になって、なんか割に結核をやったりなんかしてね、舞台よりは文筆の方に才能があった人で、初めは能役者やらないでね、ジャーナリストになるつもりだったみたいなんですけど、雑誌関税っていうのを創刊したんですよ。その雑誌関税に頼まれて、野瀬先生が
破伝書をはじめとする世阿弥伝書の注釈を始めたんです。ここの言葉についてですね、世阿弥の自身のものだけじゃなくて和歌の方とか連歌の方とかそっちの方からもいっぱい言葉を拾ってきて、それに基づいて考えるっていうね、全く新しいタイプの正しい読み方を徹底した形でおやりになったのが観世に載ったんですよ。それを次々とね、まあ、長いこと続けられましてね、その昭和10年頃から本格的に始めたんですけど、15年に一冊の本になったんです。ことには口語訳がついたのが大きかったんですね。言葉の注釈の後に口語訳があったのと、さらにね、日本との競合、どの本にはどうなって、どこがどう違ってるっていうことをね、細かにこう出されたんですよ。それで、ね、吉田本にはこうなってるけども、創設本ではこうだと、こっちの方が世阿弥の元の考えじゃないかっていうの議論もできますしね。日本をいろいろと調べて、その結果を報告したというのも、この世阿弥十六文書の初めてのことなんです。下巻の方はね、下冊の方は山岳談義が入ったために大変遅れまして、昭和19年になりましたですけどもね、19年8月のところです。世阿弥十六文書下が刊行されたとしてきましたけども、ずっとやっぱり雑誌完全に連載しておられたんです。その頃にですね、能の研究にとって大事件が起こったのが昭和16年です。昭和16年4月のところに川瀬一馬、宝山寺蔵コンパル家宮殿文書群を発見と、世阿弥実質能本書状や語彙陸儀を含むとこうしときましたけども、川瀬一馬さんというのは書史学者です。書史学というのは古い書物何でも対象にして調べる学問でしてね、ことにお経とか古いものお経が多いんですよね。お経などの調査も大変丁寧にやっておられますし、この方は東京文理科大学第1回卒業生ですよ。私の大先輩になるんです。その方がですね、なんか宝山に行ったのも能の書物の調査に行ったんじゃないんですよ。慶忠の書いたものが、慶忠って坊さんが宝山寺と縁があるんで、慶忠の書いたものがあるというんで宝山に行って慶忠調べていたらね、宝山に行くってことを聞いたコンパル流の人が、あそこにはなんか能の書物があるはずですよってことを教えてくれたんで聞いてみたっていう。そしたら何やら知らありますと言ってね、出してきたのが石油箱に6個文書がぎっしり詰まってたって。石油版っていう箱で皆さん分からないと思います。今の方はね、石油缶っていうのはそれ2つちょうど、はい、並べて入る缶、木の箱なんですがね、その中に牛詰めにしてね、ネズミの巣になってたっていうんですがね、古いものから新しいものからみんな文書。なんで宝山に行ったかと言いますとね、宝山にとコンパル家とは幕末から縁が深かったんです。コンパル家は宝山にとっても大変有力な檀家の一つであって信仰してたんでしょうね。でコンパル家では子供の一人をね、宝山に預けて出家させていたんです。その出家した人が出世しましてね、宝山寺の館長になったんですよ。弟がコンパルの家元を継いだんです。その家元を継いだ弟ってのはね、大酒飲みでしてね、芸の方もあまり良くないし、なんか家の書物をね、売り飛ばしてまいそうな勢いだったんで、兄である宝山寺の館長が心配してね、まあ家のも預かったんじゃないかと言うんですがね、あるいは借金をしてね、その方に降りたのかもしれないんだけども、寺の方にも記録はないんです。とにかくその館長とコンパル大王とがね、兄弟だったということが、書物が宝山に移った基本的な条件ですよね。そしてどういうものかわからないままほったらかしにしてあったためにね、その川瀬さんが見てみたら、とにかく世阿弥実質に間違いない手紙とか能本とかがあるんで、もう川瀬さんびっくりしちゃってね、他のことは全部放り出して書道の書物の調査にかかったんです。昭和16年でそれ、川瀬さんは間違えてね、紀元2600年の時だったと書いてますけども、2600年は昭和15年ですよ。なんかもう日清事変始まってまして、もう戦争色が濃くなった時代です。そしてこれはね、さらに世阿弥の伝書もね、風刺家伝の室町末期の写本とか、華僑のね、
全地区に新学期開花と回る華経であるとか、素晴らしい世阿弥の伝承の遺訓も入ってたんです。ただ本当にもう保存が悪かったためにですね、華経なんというのは固まっていて開けない状態だったというんです。それはね、後で東京に持ってきて本の修理の専門の人に任せたんだけれども、その修理代がね、寺が予想したのの10倍以上だったね。一桁が完全に違ったっていうんですよ。それはね、本団子の状態になったのを一枚一枚剥がしてですよ、それをもう伸ばして元の順序を整えて一冊の本にし直すんですからね、ような仕事じゃないんですよ。やった人は僕はあのお世話になった方なんですけどもね、とにかくあれはあんな仕事、しょうがない仕事でしたと。だから川瀬一馬さんが費用がいくらかかってもいいって言うからやったんであってね、寺として驚くような値段だったら当然ですと言ってましたね。あんな高い修理代の請求したら全く私ないんだと。そのくらいね、何ヶ月もかけて一冊の本修理したそうですよ。だから有名な華経のおしまいの初心忘れ目からずの論なんて半分読めないですよね。あっちこっち破れてネズミに噛まれたらしいんですよ。虫食いじゃないんです。そういう状態だけで元に戻したりしたんです。そういういい本も出てきたし、だから吉田東郷さんの悩み十六部発見に次ぐほど大きな、ね、出来事が宝山寺の世阿弥書物、あれ全地区もいっぱいあったんです、発見だったんです。ただね、川瀬さんはそれを世間に紹介するに際して多くのものを世阿弥実質であると主張なさったんですよ。手紙二通と納本とは確かに世阿弥実質で誰もが承認するんだけども、今言った華経であるとかね、家伝であるとか、歯科道であるとか、そういう本はとても世阿弥実質とは言えないっていうのが当時の人々の一般的な見方だったようです。川瀬さんは水道橋の学堂へ修理したばっかりの本を並べてね、展覧会やってるんです。小石神先生などもその展覧会ご覧になったそうですよ。そしてこれは世阿弥実質じゃないねというのがね、展覧会で知る現物を 見た人の大方の意見だったっていうんです。ところが川瀬さんっていうのは諸子学の大家なんですよ。古文書の最高権威者でね、学士院賞もらってる人なんですからね、その人がね、これは世阿弥実質だと自分の学問的声明書けるっていうんですよ。そういう人でしたんでね、誰もが困って、野上豊一郎さんなどはっきりと著書の中で世阿弥実質という説には到底承服できないということを言っておられますけども、すぐ川瀬さんがそれに対して反論してね、素人は何を言うかと、野上さんなど素人ですよ、諸子学の専門家である私が学問的声明をかけて主張してるんだね、軽率に反対しないでほしいと言ってるんです。で、私の後輩で東京教育大の第一期だった人がね、そのうちの力義という本について論文書いたんです。それをあの発表、学会の研究発表に発表したんです。私今でも覚えてますが、その時にはっきり断定はして実質にないとは主張しなかったんですよ。川瀬さんの実質説には格別の根拠が示されていないと、だから実質でないだろうという人もいるっていう程度の論だったんですよ。それなのに川瀬さんが聞いてましてね、後の論評で本当に言葉を極めばり造語に近い悪口を言ったんですよ。もっと書物をいっぱい読んでからね、発言しろと。それは大学院のドクターに進んだばかりの学生にそういうこと言ったって酷なんですけどもね、そんな言い方でどうも、ね、批判するんで、皆さん恐れをなしてなかなかね、世阿弥実質でないってことを主張する人いなかったんですけどね、だいぶ経ってから私はもうとうとうもう我慢できなくなって、最後になってからな、大体徹底的な反論をしたんですけどね。昭和55年です。昭和55年11月のご覧ください。そこに表明、世阿弥のひらがな書きの用字法の研究、情報能楽研究5号に発表したと、翌年の6号に下は合計170ページの大論文だと。この論文を書いてですね、川瀬さんの宝山寺本世阿弥実質説というのを根底から覆したんです。これはもうね、誰もが納得せざるを得ないような論だったんですよ。というのは、
筆跡鑑定なんかって主観的な判断になるからね、材料にならないと。用事法の癖、個人にはそれぞれ物を書くという癖が出るということを見越しましてね、彼のひらがな書きの特色を徹底的に調査したんです。その結果、彼はですね、変体仮名を使うときにある一定の法則を持って使っていると。ただね、字面の変化を与えるために仮名を書いてるんじゃないんで、例えば、歯という字は今の歯は一つも使ってないんです、彼は。歯というのはね、物という字を崩した歯か、鉢という漢字を崩した片側の同じ歯か、どっちかなんです。それ以外にもね、岩尾という常磐線バンなんて崩した歯とか、いっぱいあるにもかかわらず、世阿弥はめったにそんな不要な字使わないんですよ。そして、物を使った歯と片側の歯も使い分けをしているんで、言葉の頭は全部物なんですよ。言葉の中は、おしまいの方はカタカナの歯と同じ字なんです。で、ひらがなの今と同じ歯を一つも使ってないなんてのはね、客観的な材料がある。これ第六歌集とかね、別紙くれ、手紙、みんなそうなんですよ。そういうね、材料を提示した上で、もう宝山寺本はいっぱい歯使ってるんですからね、これ世阿弥のはずないというようなことを言いましてね、さらに一つ一つの言葉に幽玄っていうのは必ず世阿弥は由布剣と書くんですよ。家電大六歌集など何度も何度も幽玄出てくる。16種類くらいある。全部由布剣ですよ。本来は幽剣です。幽玄というのはいい。ところが彼は由布剣と書く。そんなのも他の本でもそうなん。平仮名の場合はそうなんでね。それが宝山寺本の場合には幽玄であったりね、幽玄であったり、いろんな書き方しているんで、世阿弥じゃないってことで言える。さすがに晩年は少し柔らかくなったそうでね。お葬式の時に聞いたんでは、私の反論を認めざるを得ないと周りに言っていたそうです。でもそういうところまでね、調べるようになったんだということは大変評価してくださったと聞きましたけども、面と向かってはついにそういう評価を聞くことはありませんでしたんですね。まあ、それとも川瀬さんのような方も出てきて、世阿弥に関する資料がついに出てきてね、終戦のあたり、昭和20年あたりというのは能の研究が全く新しいところに入っていっておかしくない状況だったんです。それがですね、やっぱりあの戦争の影響は大きいんでしてね、昭和20年の暮れ、20年代、19年、20年にかけて割にいい本が続けて出てますよね。これ年表を見ましてもね、野上光さんの能楽全書全6冊が出たとか、笹野健さんの五本能狂言集というね、大蔵流の狂言の伝書、写真版出たんです。それからのが江島伊勢さんの車い本の研究とか、笹野健さんの岩波文庫の3冊目が出たとかね、さらに川瀬一馬さんの世阿弥23部集も出ております。そういういい本が出たけれどもね、川瀬さんの本などもね、死刑を焼けちゃってかろうじて印刷できたって状態のようですからね、まあ戦争が研究の進歩を阻害しちゃったんですよ。そういう段階でですね、昭和27年4月に野上一蓮法政大学農学研究所ってできたんです。野上さんは法政大学総長でした。ちょうど新生大学に転換するときでしてね、大変に苦労をして、まあ、新生大学発足させた方なんで、しかも大学にもそれを送りできましたしね、何か業績を記念しようというんで、野上さんが農の研究者であって、学内の研究室にね、農学研究室という名前にして本を集めかけておられたんです。そこを拡充して研究所を作ろうというんで、まずそれ以前に田中誠さんという人を、ね、野上さんは東大から連れてきたんです。田中誠さんというのは洋曲朝日日本古典全書の、ね、洋曲集など注釈やってる方ですし、小鼓のクロートなんですよ。交流交渉校さんについて小鼓を習った方で、研究と小鼓の演奏両方兼ねていたんで、戦後はね、大変囃し方が少なくって、鼓の上手い人ってのはクロートと非常に珍重されたんでね、忙しくてなかなか研究もできなくなっちゃっていたんで、研究所ができるという段階で誰か助手がいるというんでね、たまたまその時に私は26年3月に大学を出てた。当時大学を卒業して農学の専攻をやってしてた人間誰もいないんですよ。私だけだったんですよ。しかも私は田中誠さんのところに卒業論文を書くために資料を借りに行ってたんです。そしてそこで
まあ卒業論文の経緯などもだいぶ話しておりましたんでね、田中さんはあいつはブルーになるかもしれないとかで評価をなさったんですかね。とにかく他に人がいなかったために僕は法政大学の研究室のね、まだ研究所になる前から助手として行ったんですよ。ただしそれもね、4月からの予定が大学院が同時に発足したんです。それでお金が足りなくなったためにね、研究の設立が1年遅れちゃったんです。けども準備はしなくちゃいかんというんで、私は26年の8月から法政大学へ行った、事務助手として入ったんです。事務助手ですよ。というのはね、教育助手は給料が安いんで、バカみたいに安いんだよ。とてもじゃない、給料と言えないものしか出せないっていうんで、事務の人が心配して、身分的には教育助手だけども、待遇の面だけは事務助手なんです。事務の方が高かったんです。給料7000円くらいでした。今でも事例がありますけどね。当時、高等学校輸出科講師に行って、ね、1万2000円もらってましたよ。それよりも少ない給料でしたけどね。とか言ってみたらね、とにかくその当時、財産税という税金が成立、作られましてね、資産のある人は、ものすごい税金取られたんです。税金払うために、家のものをどんどん売り払うってのは当たり前だった時代でね、市場に古いものにあふれてたんですよ。もうそれは一時はね、こんないいものがあるかと思うような、すごい資料が市場に出たんです。法政大学は小さな大学で貧乏にもかかわらずですね、貧乏な法政大学の予算でもね、その時には市場に出た古い資料をいくらか買えたんですよ。今見てみると本当に驚くような値段で買ってますね。これが随分いい本があるんでね、もう私は給料なんかどうでもいいみたいな状況になりましてね、毎日のように行ってはその大学が集めて図書館で買ってくれた本を調査するのが仕事になったんです。かつね、農学研究の 3N という言い方があったんです、当時。野上豊一郎、西尾実、野瀬浅利と、3人とも頭文字 N なんでね、世阿弥研究の 3N という言い方してたんです。3人に私はね、本当お世話になったわけですよ。野瀬浅利先生は指導教授ですよ。野上さんはお話ししたこともないんですよ。ところがその野上さんの記念する研究所に助手として報職して、ご夫人の野上八重子さんとは大変お世話になりました。野上さんは99の白寿の時までご健在でしてね、この白寿のお祝いの会の時にお話したのを思ってさ、よく辛抱してくれましたねって言ってくれましたけどもね、野上さんにお世話になったし、西尾実さんはまた法政のね、兼任教授だ。国語研究所の所長が本部だったけども、法政の兼任教授でもあったんです。かつあの方、目が悪くなりましてね、大学の講義ができなくなったんです。大学院の講義なども、部屋の家電を暗記してるとは言ったってね、講義は無理なんで、私、助手の私が西尾さんの講義を代行したんですよ。洋曲を読んだんです。その時に、私は古い歌い本を調査してましたからね、各流の文句を比較するというのは皆さんやってたけれども、新旧の歌い本を調査して、昔はどうだったってことも、ね、視野に入れた本物の調査をして、まあ、大学院の講義、洋曲の講義やったのが、大変西尾実さんは新しいやり方を評価してくださったんですよね。その後で、岩波書店が日本古典文学体系という、ね、大変な資料本を出版しましたよ。その時の洋曲集は、横道真理夫さんと私とが担当したんです。その当時ね、第1期66冊で著者100人くらい、まあ、100人以上でしたけどもね、昭和生まれ私一人でしたね。大正15年って方は他に2人いたんですけどね、昭和生まれ私だけでした。そういう若手の抜擢をね、西尾実さんがしてくれたっていうのは、その大学院の講義で僕が代行してるのを聞いておられてね、あのやり方ならば何か面白いものが出るんだろうっていうんで推薦なさったみたいなんです。そういうね、まだまだ30過ぎたばっかりの若い頃にね、そういういい話が出てきて、またそういう仕事が来るとね、まあ頑張るって言いますかね、ものすごい一生懸命やるたちなんですよ。体力はありましたからね、それはまさによう眠らんことはなかったけど、寝ましたけどもね、とにかく頑張ってやったんですよ。だから内容的にもそんな悪くはない
注釈になったと思いますけどもね。横道麻里夫さんはね、私は能を見始めた頃からいろんな指導を受けていた方なんです。大変若く見える方でしてね、初めて私能見に行った頃に決戦会の神戸久夫の会が多かったんですけども、あと座談会があるんです。座談会の時必ず横道さんが来てあれこれ教えてくれる。とってもない何でも知ってる方なんでね、私は同じ世代のようなのにね、こんな人がいたんじゃこれから勉強したって絶対間に合わないと思ったんですよ。そしたらね、後で聞いたら11歳年が違ったんだ。もう安心しましてね、しかも横道さんとは違う方向をやった方がいいと思いましたね。横道さんと同じような実技の面だとはまずやっても絶対追いつかない。横道さんやらないことをやろうという気を持ちましたですけどね。そういうご縁だったから横道さんと一緒に仕事は大変楽しかったし、いい勉強になりました。横道さんの独特の商談理論というのが、その頃のまた後で洋曲研究の段階でお話することになると思いますけども、横道さんの持ち込んだ商談の考察に基づいた研究方法がね、普通になったというのは戦後の新しい傾向でしてね、私もそれの普及には一役を買ったつもりでいるんです。そんなようなことがありましてね、私は人との付き合いに恵まれていたんですけども、大きかったのはね、猿楽談義の研究をから入ったという点で全く同じ傾向を持っていた高齢勤さんと昭和32年に出会ったんですよ。もう昭和30年と前後がまだ農家にとって転換期でしてね、年表の2枚目をご覧ください。たまたま2枚目冒頭が野瀬浅木没61歳と野瀬先生亡くなられた昭和30年でした。私の恩師が亡くなられたわけですけど、その翌年に野間光信さんがコンパル宗家像の修業特化を京都大学文学部50周年記念の論書に報告したと。最後に見つかった世阿弥伝書が修業特化なんです。これが晩年に書いた、ね、問答体の大変に面白い書物なんですがね、それが名前は知られていたけれども実物が分かんなかったんです。それで川瀬一馬さんなどはこの本がそうだろうと推定をして、実はコンパル全竹が書いたものをね、世阿弥23部集では世阿弥の著述の主翼とかして入れておられるんです。それ間違いだろうってことは小林静雄さんなど言っておられたんですけどもね、現物が出てきたんですよ。コンパル宗家から出てきた、これコンパル照近っていうのがいましてね、京都大学の伊藤正義さんなんか同級生ですよ。で国文学専攻でね、大学院まで大学院修士課程だけ行ったんかな。だとそれでね、学位論文、学部の学位論文を書く段階でね、修学特化を選んだんです。川瀬さんがこれが世阿弥のものだろうって言った修学特化を選びましてね、それが本当に世阿弥であるかどうかを調べる論文にするつもりだったみたいです。ところが、いとこであるコンパル宗家のとこへ行って、今度俺は修学特化やるんだけども何かいい資料ないかって言ったら、コンパルの家元が持ってきたのが本物の方だったんですよ。そんな本がね、コンパル家に伝わってる誰も知らなかったんです。ところがね、照近はもう、その川瀬さんが言った本の方の調査を始めていたもんですからね、新たに出てきた本物の調査をやらなかったの。読むだけでも大変な本なもんですからね、諦めて、主任教授である野間光信さん、近世文学専攻です、徘徊などやってられます。野間さんに、この資料の存在しますと教えたんですね。で、野間さんは、これは恐るべきものだと、すぐにこれは紹介しようと言うんで、31年にそれを紹介なさったんです。それを私たちが手に読むことにできたのは32年だったからでした。昭和32年ってのは私にとっても大変年でしてね、そこに、表明は神戸宗家像古本別紙筆については文学に発表したと書いてきましたけども、その頃神戸宗家の文書調査がね、西尾実先生、小西仁先生を中心に始まっていたんです。横道麻里夫さん、安ら岡耕作さん、安ら岡さん、西尾さんの婿さんです。私が下働きで一番働いたんですよ。そういう関係もありましたね。中で一番いいと思ったのは世阿弥実質に違いないと思った古本別紙筆なんですよ。それを紹介することにして、私は初め世阿弥実質古本別紙筆という名前にしたんですよ。ところが西尾実さんがね、表組実質かどうかというのはよっぽど調べてるからでないとね、
川瀬さんのやったように害悪を流すことになるからね、慎重にした方がいいよと言うんで、世阿弥室に一言も触れなかったんですよ。私はその頃から世阿弥室に違いないと思ってましたけどもね、奥書きがないんですから、最後の一枚焼けてないんですよ。奥書きだからないんです。けどこの本を紹介したのは32年、この自分にはね、コンパル宗家のものを調べるわ、生駒宝山寺のものを調べる、江島伊兵衛さんの鉱山文庫のものを調べる、さらに農学研究所のものを見るんですから、ね、私は全国の農学資料をね、もう漁っていたって言っても、次々と見ていたんで、大変に勉強が進んだ時期だったんです。その時にですね、たまたま高斎勤さんって方がそこに昭和32年5月にしてみる世阿弥四中を掲載し始めると、同月26日表明だと高斎勤が神戸で初めて会うとしてきましたけども、高斎さんがね、なさって昭和11年からも論文書いてる人なんです、高斎さんって方は。年表の1枚目でちょっとご覧ください。昭和のね、昭和11年1月から、雑誌洋曲会が、猿楽談義を読む会っていうのを連載し始めたんですよ。山崎学童さんとかですね、松野宗風さん、農画家です。大変文章を立つ人がいました。そういう方たちが集まって、猿楽談義の記事を読む会っていうのを連載し始めたんです。それに対してね、高斎勤という人が、猿楽談義を読む会を読むという題のね、批判記事を載せたんですよ。まず、定本の選択が間違っていると、野上さんがやった岩波文庫本をそこ本に使うのってもっとのほかだと。あれは野上さんの解釈が入ったね、おかしな本なんで、どうせおかしな本であるにしても、野上さんの解釈が入る前の吉田東さんの本を使わなきゃダメだということを主張したのをはじめ、根本的な基本方針から批判をしてね、実にいい論だったんです。またこれが洋曲会が、ね、両方次々乗っけるんですよ。翌月には必ず批判の字が載ったんです。それをですね、野瀬浅井先生が世阿弥十六種表釈の中にしょっちゅう使っておられましてね、私当時まで火災と呼んでました。野瀬先生に火災先生ってどういう方ですかってお聞きしたらね、私会ったことないと。ただ学士会名簿によると、どうも実業界で活動しているようだと。最近全然書いたってことで聞かないから、もう亡くなったんだろうか、多分かなり僕と同じくらいの年齢でしょうからねってお話だったんです。ところがですね、その高斎さんが昭和30年頃に雑誌報奨ワンヤ書店というのがね、与座役者目録という本を出版したんです。さっき田中誠さんが肯定した本で、これは大変ありがたい本だったんですが、その書評をね、高斎さんが載っけたんですよ。それで、高斎さんってのはまず健在なんだって分かったわけです。ところがね、ワンヤ書店に聞いたら住所分からんって言うんですよ。実はうちの方へ直接原稿送られてきたんじゃなくて、川瀬一馬さんから、こんな人からなんか乗っけるとこあったら乗っけてくれって依頼されて送られてきてるって言うんで、川瀬さんの依頼によって乗っけたんだと言うんですよね。で、住所分かんない、残念ながら連絡できないでいたらね、まもなくその半年ほどしてから雑誌報奨に、トラウチアウの立ち会いっていう論文を書かれたんです。トラウチアウの立ち会いというのはね、猿楽談義に出てくる有名な文句なんですよ。トラウチアウの立ち会い、そう書いてあって、それをね、高斎さんは、都のヨシカだと。都のヨシカと音読してね、トラウチアウと言ってるんだろうと。都のヨシカならば確かに、弦楽の立ち会い出てきておかしくない人物だったので交渉した論文書いたん。それでね、高斎勤依然健在で、まだ猿楽談義に執着してるってことが分かったんですよ。その時にはもう高斎さんは自分で万葉に原稿を送ってましたんでね、万葉に聞いて、それで私は4月20日頃からずっと奈良へ行ってましてね、修学とかの写真撮りに行ったんですよ。第一目的は修学とかの写真撮影です。林読会始めたんです、みんなで。ところが、野間光信さんの肯定には納得できない面があったんでね、ぜひ原稿に当たってみようというんで、コンパルさんに連絡を取って、まだ今、信孝さんのお父さんのコンパル八条さんって方が家元の時代でした。写真撮影さんお願いして、写真撮ってる間中ね、八条さん横手にくっついてるんですよ、ずっと。写真撮るんだってね、そばにいられちゃえない、やりにくいもんなんですけどもね、
ライトを自由に使ったりもできませんでしてね、そのうち信孝さんが帰ってきて変わったんです。信孝さんとは割と年も近かったんですから、ワンラク話できたんですけども、その時にね、修行とか写真を撮って、奈良ですぐに引き延ばしをして、写真にしてあったのを持ってね、神戸に行ったんです。それで高佐さんに会って、去年こんなものが紹介されましたよって言って写真を見せたら、もう、高佐さんびっくり仰天しましてね、私はもう、旧制高等学校、岡山の旧制高校の時代からね、禅に関心を持って、仲間と、いわゆる向こう出たばかりの禅の本を人力会やったりしてたんだと、世阿弥と禅の関係を一度調べてみたいと思っていたんだけども、こんな資料が出てるんですかと小沢さん言っておられましたけどね、田舎にいて学会の新情報を知らない身のね、悲しさっていうかね、それを痛感したと後でおっしゃってましたですけどね、すぐにその修行とか写真を全部 DPI に持ち込んで写真引き延ばしをしましてね、高佐さんが置いてきたんです。まあその時には兵庫米国株式会社っていうの専務取締役でしたからね、日曜日でしたよ。事務の人をなんか呼んでありましたけどもね、1時頃に行ってね、7時半頃までやってましたよ。それはえらいことでしてね、話が尽きないんですもの。どちらも猿楽団員から入って、猿楽団員から世阿弥に関心持ち出したって共通でしたからね、まあ、話が合うって言いますかね、で、高佐さんと貯めていた論考がいっぱいあるんです、問題点が。ついにそれを披露されても私は同感できるのもあるし、それはもう他の資料から否定されますという論もありましてね、それはもう7時ぐらいまでかかって話したり話は尽きないんで、その日帰ることになってましたから。残念ながら帰りましたけど、それ以来も高佐さんはね、一週に一遍ぐらい論文を書いて送ってくるんですよ。話が尽きないんですね。雑誌報奨に世阿弥詩集という注釈書、世阿弥の言葉に関する注釈を載せ始めたばっかりで、いっぱい種があるんで、送ってくれた原稿どうするか、こっち困っちまいましたね。報奨に持ってて毎月載っけてもらったり、雑誌完全向きのものは完全に持ち込む、本格的な論文になるものある私文学って話で、ついに僕は紹介したんです。自分の論文はね、なかなか自分で乗っけてくださいって言いにくいですけどね、人の論文でいいものは大手を振って主張できますので、これはすごい論文ですよってのはね、頼んで乗っけてもらったんです。以来私と高沢さんとは互いに刺激し合いながらね、世阿弥の研究を進めてきた面があるんですよ。宇野瀬さんが亡くなられて、指導教授が亡くなって2年後に私は新たな指導教授を得た思いでしたんですね。高佐さんは逆に私があの指導教授的な役割を果たしてくれたと最初の論考である世阿弥信仰に言っておられますし、お子さんたちにもそういうことを言っていたそうですけどもね、高佐さんは大変優秀なお子さんのお持ちでしてね、長男の方は住友化学の社長会長なさいましたね。次男の方は今経済評論の方で有名で、税制調査会のなんか責任者やっておられますよね。そういう方たちもとにかく表さんが来たからね、本格的な研究やる気になったんでってことで言っておられたそうですけれども、私の方も高佐さんから大変大きな影響を受けましたですね。高佐さんの方法っていうのはね、基本的に英文学、あの人も英文学出身ですからね、シェイクスピアを読もうと思ったらね、同じ時代のものをあれこれ読むんだと、その時代を理解しないと本当の世阿弥理解できないという、同じような方法で世阿弥時代のものをね、文書類集とかに入っているものを片っ端から読むというのは私の最初の取り組みだと言い方しておられましたけども、確かにね、そうなんですよね。世阿弥のものばっかり読んでも全部わからないんで、その当時のものをよくよく読んで当時の社会を認識するとですね、世阿弥のものを読んでもらうところがいっぱいあると、それが高佐さんの方法だったんですよ。私はそれを読んで真似しましたですね。私もあの岩波の古典文学体系の注釈のためにね、太平記とか源平浄水記とかああいう本も丁寧に読みましたよ。言葉を探すために読んでみたいなもんなんですけど、そういうものを読んでやはり同時代の文字を読むことの効果って言いますかね、その大きさはまあ何度も痛感しましたんで、高佐さんのやり方見て本当に
なるほどと思ったんですね。けれど真似もしたけれどもね、絶対真似できない面というのがありましたですね。言語に対する鋭敏な感覚というのを言いますかね、それはね、とてもじゃないが、もう真似しようと思ってもダメ、できないことですね。同じ言葉をちょっと耳にしてもね、それから連想するものは全く違うんですよ。だから同じ文献読んでも僕は何にも感じないのに、幸太さんはすぐにその論文にする気が起こる、そういう方でしたですね。目を悪くなされて、最後にはもう書くことを禁止されましてね、上司からはがき1枚程度ならばいいだろうと言われてね、はがき論文を週に1回土曜日ごとにね、一番はがきを裏も真ん中辺まで、表の真ん中辺までとね、はがき1枚の論文を書いてくるんですよ。それがもう3年間4年間続きましたですね。それで亡くなられたんですけども、最後に「絶首三級」という本はその手紙の論文書の集まりです。絶首三級、私はよく今度も実は伝票の最後に、まあ、自分の本のことですけどもね、勘で入試三級なんて本を出しておきましたけども、三級ってのはこれ幸才さんの絶首三級からもらった名前なんですよ。でこれ三級っていうのは幸才英文学者ですからね、ぜひ世阿弥さん、世阿弥さんありがとうってことなんですよ。それを署名にしてね、ぜひ三級って本にしたんです。かつこの三級ってのはね、禅の方の言葉なんですよ。座禅を組んでね、禅の勉強をすることは三級というんです。幸才さんの世阿弥と能の関係のね、究明に大変いい業績を残した方なんで、その面でも大変ふさわしいんで、ぜひ三級ってのは実に見事な名前だと思いますけどもね、それを頂戴して、私も自分の論考に一昨年出した、岩波書店から出した大和猿楽舎3級から始まって、今度の神田流舎3級を頂戴してる。これもまたね、私神田流舎3級の場合などは神田流に大変お世話になりましてね、神田流の歴史には非常に題材がいっぱいあって、それを調査できたことは大変幸せだと思って、それに対する感謝の気持ちもありますのでね、これまた三級の名前が合うだろうと思ってるんですがね、まあ、2月発行となってますけれども、まだもう1ヶ月くらいかかるのかもしれませんですけどもね、この600ページくらいあって、私の、まあ、神田流関係の論文全部集めたものですけどもね、もうこの頃では能の歴史の方により関心を深めて、あまり世阿弥のことはね、ここで能楽論書のことは触れなくなりましたけれども、それでもまだ、風刺家伝の資本全体のことの取りまとめであるとか、そういうことは自分自身がやらなくちゃいかんだろうなと思っているんです。できるかどうか分かりませんですけども、他にも大勢の方が世阿弥に取り組みましてね、川瀬一馬さんはじめとして何人もいい仕事をやった方いるんです。金井清光君なんてのも随分頑張っていい仕事しましたしね、田中豊さんって和歌の方から入ってきた方ですけども、新潮社の世阿弥芸術論集、大変面白い説をいっぱい出しておられます。そういう方もいらっしゃいますけども、まあ主な流れは私と幸才さんと作ってきたと言えるかと思うんです。それで世阿弥が分かったかというと分からないんです。最近私最後に書いた禅の問題なんかもそうなんですけどね、これは伝票で言うとですね、平成10年3月か、僕は違うやつ見てるんだな。最後に入れたんです、これ最後に入れたんですがね、これやっぱ家電のね、一番頭にある序のところにね、稽古は強かれ、常識はなかれって有名な言葉がありますよ。あの常識というのがね、世阿弥に6箇所出てくるんで、1箇所だけがね、文面に争うというに書いた、常というに書いた知識の式、常識なんです。あとはみんな金書きなんです。吉田東吾さんのやった本がね、権兵に争うでした。 かつ妖霊から言っても人の意見を戦わせることのようなんでね、争うでいいんだろうと考えていたらね、この禅宗の方では人情の情を書いた常識って言葉があって、それが正しいだろうっていうのが割に早い段階に出てきてるんですよ。明治の末に出てるんです。それは確かにね、正しい説に近いんですけども、それがね、川瀬さんが宝山寺で見つけた一番いい家伝の写本には人情の情だったんですよ。やっぱり明治以来の、ね、推測が正しかったと。かつそれは日報辞書にも出てくるんです。
一本辞書に出てきて漢字は書いてないけれどもね、当時のキリシタン文献見てみても人情の情に違いないんです。だからこの頃では人情の情を当てるのが当たり前になってきたの。私自身もそういう肯定してきたんです。ところが私最近はね、いや世阿弥当時の世間一般の言葉としては人情の情が正しいんだけれども、世阿弥自身はね、権勉に争う方を意識したんじゃないかって考え方に変わってきてるんです。大半が必ず気なんですよ。世阿弥は耳で聞いたね、禅宗の方で使う言葉を常識と耳で聞いて初め金書きに書いてたんだと。ところがね、家伝を改訂本を書き直す段階で序のところにね、だけは本人が金書きで書いたにもかかわらず、後代の筆者がね、禅宗の常識ということは知っている人が写したために人情の序を当てたんじゃないかと。つまりコンパル本、法山にある本がと人情の情になっているのは、筆者が禅のことを知っていて、そういうことをたまたま知っていたがためにこの字を当てたに過ぎないんで、世阿弥自身の意識としては争うだったんじゃないかという、そういう論なんですよね。だから世間一般の使い方としては人情の情が正しいからといってね、世阿弥の伝書にそれを無条件で持ち込むわけにはいかないと。世阿弥自身がどっちを考えていたかってことを吟味する必要があるっていうのは論をちょっと展開したんですけどもね、そんなようなことで自分自身の説を次から次で否定しているくらいですからね、まだまだ私の説などにはおかしなところがいっぱいあるはずなんです。おしまいの方はだいぶ私の自慢話ですけど、初めからお断りした通りになりましたけれどもね、まあ、何のこの後能の歴史の的な研究の面であるとか、それから洋曲の研究の面だという、だなと分けて話しているつもりで、この次はですね、能楽の歴史に関する研究の進展の状況をお話ししようかと思っているんです。